はい、第32号ではステアリングのシステムですね、いっぱいパーツがあります。スタビライザーをここからこう入れてやってステアできますよ。はい、クーリングシステム、ラジエーターコア自体はまだ出てこないですね。ラジエーターファンがなんか向きあるのかなと思ったんですけど、向きないみたいですね。ラジエーターファンがね、ファンのねじれというか、向きというか、ちょっと違うんじゃないかな。これがここだね。これラジエーターキャップ。で、ラジエーターホースは大事に保管してくださいってことですね。ただ、フロントのフレームの組み立てをして、まあ今のラジエーターのパーツがくっついていくということですね。これが乗ってないとダメですよ。真ん中のこれでハマったかな。つまりこの今取り付けたこのラジエーターのなんかわかんないけど、ラジエーター、これ多分水タンクじゃないのね。ラジエーターのね、あれキャップが取れちゃってる。この足がね、両側に広がってたんですよ。それはこのサブフレームの下に入る形なんで、だから今、サブフレーム片方外してね、付け直しました。その方が楽です。はい、第32号では、ステアリングのシステムですね。いっぱいパーツがあります。まず、スタビライザーに、リンクをくっつける。上下は基本的にはないと思いますね。これはこういう感じでね、向きはこう、これでここに、要はここでネジで止めるってだけですね。ネジはサラネジ、ワッシャー付きのネジ。スタビライザーを、まあ、ここからこう入れてやって、で、ロアアームの後ろにスタビライザーの両端が来るようにして、これですね。で、ロアアームのこの穴に、スタビライザーの端っこが入ると。まあ、スタビライザー自体はね、軟質系の、まあ、プラスチックですから、ぐにょんぐにょんするんで。スタビライザーの剛性が全然ないんですけど。で、スタビライザーの、マウントを取り付ける。これ自体ネジ止めなんですけど、下にちっちゃな突起があって、こっちにちっちゃな穴があるんで、そこに入れて、で、上をネジで締める。そのちっちゃな穴にうまく入るかね。これで入ったかな？入ってないな。だんだん難易度がやっぱり高くなってきたね。うん、グラグラしなくなったからいいですね。入りました。あ、これはあれだ。ステアリングのシャフトですね。
ハウジングに、ビニオンギアを入れて、ステアできますよ。はい、フロント側のね、サブフレームの制作の途中ですが、まだまだね、終わんないです。途中ですが、ちょっと飯食ってきます。スーパーで、甘エビの唐揚げなんての売ってたんでね、最近ハマってるおこげパスタにそれを絡めてみようと思います。はい、腹膨らまかしてきました。それではラジエーターの方ですね、組み立てて、このフレームにエンジン、ラジエーターを取り付けていきます。これが、こうか。この上のパイプはね、これはもうあの固定位置ですから、下のパイプはこうフレキシブルです。エンジンの、まあファンベルトの裏に、これファンベルトの時にこのウォーターポンプのパーツってやればいいと思わないですか？で、このウォーターホースの、今つけてるウォーターホースの、まあここへの接続は瞬間接着剤ってことです。はい。で、エンジンをね、フレームに乗っけますね。この出っ張りが、ここに乗っかる。ここがエンジンマウントになってますね。このパイプは前向きに、ラジエーターの横っていうか、クーリングファンのね、右側を通してありますので、あらかじめ、真ん前を向くように。まあ、ここを通って出ていくわけですよ。パイプが。ウォーターパイプがね。で、この位置で、フレームマウントのところにね、エンジンの、まあ、ここですね。ここの穴を合わせてやって、で、ネジ止め。物がでっかいんでね、うまくこう、穴に固定していくことが難しいんですけど。はい、固定されました。これはオイルフィルターですね。オイルフィルターなんですけどね。いや、これも接着剤つけちゃう。で、瞬間接着剤は、結構、割れて外れちゃうんですよ。はい、エポキシ接着剤つけてきました。まあ、多分結構キツキツなんで、テープで留めとかなくてもこれは大丈夫でしょう。後でこう触るとこでもないし、入ってかないよ。これ、電池ボックス、ここにあるってことは、オイルパンを外して、電池の交換か。だから、これはネジ止めじゃないですね。押し込むだけです。で、これで、フレームにエンジンが収まりました。続いて、ラジエーターを取り付けていきます。先ほどエンジン取り付けるときにね、前に出したこのホースを、ラジエーターの下の方に差し込んでやっ、タンクの方にアッパーのホースを入れると、いうことですね。で、これで裏から、ラジエーターをネジ止め。よし。ラジエーターつきました。下のホースが
え、これって次が、うん、そうですね、次回、35号の組み立てが、バルクヘッドに、ケーブル類を取り付ける作業なので、とりあえずエンジンの方はこれで終了です。でかいねでかい、あの横幅がほぼ24分の1のカーモデルの全長ですね。じゃあ本日はご視聴いただきありがとうございました。それではまた。